ライター、囲まれないように注意してください。ロックオン切り替えは L2 ボタンです。とっとと倒して火星に降りよう。見えないぜ。なんだ？バイオラ。AI でもバイオラを相手にはしたくねえ。行くぞ。表面に着地しました。位置を確認。マルガリティフェル西端、バシリア領との州境です。ビンゴ、まずバシリアカウンティの中に入る必要があるわ。待て。現在地を教えて。それからエイダにバシリアまでの最適なルートの選択を。待てよ。何？一体どうなってる？そこら中焼け野原だ。僻地でご隠居してたあなたは知らないと思うけど、ここ半年で火星の事情は大きく変わったわ。詳しく話せ。長くなるわよ。ああ。寝ないでちゃんと聞いてね。早く話せ。半年前、バフラムが火星各カウンティの武力制圧を開始したの。地球の圧政に対する火星解放の動きがついに表面化した。あなたの時代と違って、今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だったわ。一
月前、追い込まれた連合軍は最後の賭けに出た。火星に残った全勢力でバフラムの拠点バシリアカウンティを襲撃したの。無謀だ。そう、結果は見えていた。連合軍は壊滅状態。敵地でチリジリになった残留兵の命も時間の問題よ。だけど収穫はあった。テイパーの言っていたベクターキャノンか。ベクターキャノンは空間圧縮によって高エネルギー波を打ち出す兵器。敵要塞アーマーンの外部シールドは空間圧縮による質量の断層を作って外部からの攻撃や侵入を防いでいる。ベクターキャノンはそれを無効化、貫通できる唯一の兵器なの。ウーレンベックカタパルト、オービタルフレーム、ベクターキャノン、メタトロンの恩恵が。新しいおもちゃをすぐ軍事利用したがるのは人類の悪い癖ね。ところがベクターキャノンを手に入れた部隊はバシリアの中で消息不明になってるの。ダイモスであったテイパーはそれを回収しに来たんだわ。それがなぜそんなに重要なんだ、リンゴ。アーマン計画は。名前だけはな。リコア・ハーディマン博士が健在の頃、ノーマンの親父だ。博士亡き後、計画の指揮は息子のリドリー、つまりノーマンに引き継がれた。それから計画は本格化したの。アーマンは膨大な量のメタトロンを使用した桁外れの破壊兵器を備えた軍事要塞よ。これが実現したらもう地球側の連合軍がありったけの援軍を送っても想像できる。地面にあんな大穴を開けたアヌビスの何万倍もの破壊力を。そんな兵器があるならなぜノーマンはジェフティを欲しがった。アヌビスとジェフティもアーマン計画の一端で開発されたのよ。どういうことだ。この2機はアーマン指導のキーとして作られた。ハーディマン博士がそう設計したの。アーマンを動かすこともそして止めることもこの2機にしかできない。ノーマンがアヌビスを手に入れた今、もう1機は邪魔だ。手元に残すか消しておきたい。ただでさえアヌビスとジェフティは同等の能力を持った機体よ。アヌビスの技術研究がバフラムの戦力を格段に引き上げた今、その力に対抗できるのはジェフティくらい。それで俺をこんな目に遭わせたわけだ。そんなに感謝しなくてもいいわ。火星のテラフォーミングは完全じゃない。戦場にするには脆すぎる。数年前、火星のタカハが中心になって地球を襲撃する事件があった。でも火星の別勢力が介入したことでそれは失敗に終わった。そこでバフラムは学んだわけ。地球襲撃の前にまず火星を武力で押さえつけ足場を固める必要があるってね。連合軍は戦力ではもうバフラムにかなわない。アーマンが睨みを聞かせている火星に地球側は近寄れなくなるわ。地球も火星に偉そうな口を聞けなくなるか。地球も火星もアーマンにひれ伏すことになる。ノーマンにね。アーマンはバシリアの中か。アヌビスもノーマンもそこよ。アーマンはもう始動準備に入ってるわ。あの野郎はご機嫌だろうな。ねえ、私たちはアーマンをノーマンを止めなきゃならないわ。あなたも私たちも目的は同じはずよ。悪くない協力関係でしょ。断ったら俺のバイタルを止めるんだろ。あなたにはやらなきゃいけない義務があるわ。俺は火星も地球もどうでもいい。ノーマンをぶちのめすだけだ。お前らだってバフラムといい勝負だぜ。まさか自分たちがいいもんだなんて思ってねえだろうな。お話の途中ですが、上空に未確認機接近しています。おい、じゃあそういうことだ。切るぞ。あ、ちょっと気分悪い。とっとと片しまおう。